こんにちは。こんにちは。セレクトショップアップトの北です。マスターです。今日は、はい、じゃーん、はい、ザ・ノースフェイスパープルレーベルのアウターが全て出揃いましたので、入荷しましたので、全て、うん、ご紹介したいと思います。はい。はいはい、今年は、はい、そんなにヘビーな、そうですね。なくて、うん、逆に去年はあったんですけど、うん、はい、ライトな。ライトな、割と、なんかこう街着で着やすいアウターが揃ってるかなって思います。なんかあの超ヘビーなものじゃなくて、割と早い時期、あの秋の秋口からなんかこう重ね着もできて春先まで着れるようなアウターが結構揃ってるかなと思うのと、あとユニセックスアウターアイテムが結構多いので、あのご家族とかカップルとかでシェアしたりこうペアにしたりとかってこともできるアイテムが結構今年は多いかなと思います。まずは、軽いものからご紹介したいと思うので、はい、まあ、これもなんか結構ノースの定番アイテムになってるよね、うん、ダウンカーデガンですね、うんうん、これはユニセックスアイテムになります。まあ、いつも通り高電子ダウンで、あの本当にもう全体的に薄くダウンが入ってる感じで、そうです、なんだっけ、某有名なウルトラライトダウンと同じくらいかな。そうだね、はい、そうだね、うん、もう本当にあの結構寒がりな様子だけど、はい、これ室内着とかでもすごいカーディガン的な、はい、もう本当にカーディガンとして着られる感じで、はい、まあ、秋の初めとか冬の初めとかに、あとに、まあ、あとなんか厚刈りの人は男性とかだったら意外とこれできちゃうのかもしれないんだけどに着るタイプ、一番これがライトな軽いタイプになります、うんうんうん、で特徴は、まあ、カーディガンと言ってるように V ネックの脇であるっていうこととですね。あの、うん、高電子ダウンはもう定番化してますけど、うん、そうですね、一応あの人の体温を使って、うんうん、あ、これですね、うん、赤外線でいつもポカポカドライで快適、あ、そうそう、なんか自然な暖かさが持続すると、うんうん、はい、保温効果に優れたセラミックスが繊維に練り込まれています。ご丁寧になんか繊維の拡大画像、あ、もう入ってるんだ、そう、なんか面白い、こういうハイスペックな高電子ダウンが中に詰まってるので、はい、あんまりこう入ってなくてもやっぱり効率的にあったかい、うん、最先端技術、そうですね、あとモコモコしないのが、うんうん、特徴だと思います。一応あのダウン、レーヨン、フェザーってなってるんですけど、うんうんうん、多分このレーヨンっていう部分が高電子ダウンですね、はい、はい、で、素材はゴアテックスユニフィニウムじゃない、これは違うな、これはポリエステルですね、はいはい、なので、でまあ、なんかこう軽く中に着てもいいですね、あ、そうですね、はい、はい、で、結構マットな、なんか素材感になりますね、 そんなにこう光った感じじゃなくてマットな感じ、黒を見たら結構、あ、黒は、黒がマットな感じ、ちょっと炭、そうですね、こういう感じですよね、はい、小さくもなる、だからちょっと本当にこれはあの冬じゃ、秋とか冬じゃなくてもなんかちょっと旅行とかキャンプとか行く方は夏でも夜のためにこうやって持っていくとにはちょうどいい厚さになると思います、はい、はい、だいぶちっちゃくなるよね、そうで、サイズは、レディースサイズ と、はい、メンズサイズっていうかユニセックスサイズがあります。で、山下さんは、山下は、はい、これウィメンズ S を着用してますね、はい、あ、違う、ウィメンズ M を着用してる、なんか元からちょっと小さめなの で、ね、で今回はウィメンズ M、ウィメンズ M だけを入れていて、はいはい、ウィメンズ S だと結構ちっちゃかったので、そうですね、はい、ウィメンズ M で私結構トレーナーとか着ても十分大丈夫だし、なんかインナーダウンとしても着れるけどタイトすぎない、そうですね、うん、はい、うん、外ダウンとしても全然着られる、ちょっとだけこう肩が落ちる、はい、まあ、華奢な人が着たらちょっと、はい、ちょっとオーバーサイズ気味にもなるようなサイズが、これはウィメンズサイズになります、はい、で、WM ですね、はい、で私が着ているのはユニセックスサイズの S サイズになります、は
だから、男性、私170センチあるので、男性で170センチ前後ぐらいまでだったら着れると思いますし、まあ、女性でも、例えば男性と共用したいとか、っていうのであれば、このサイズは意外と女性がオーバーサイズに着ても可愛いし、うん、男性でも、まあ、170センチぐらいの方であれば、ちょうど着られる。私結構なんか、トレーナー、ボアのトレーナー着てても着られるので、ちょうど割とゆとりのあるサイズ感になっていると思います。で、色は2色。2色。黒とオレンジ。はい、結構、このオレンジね、インナーダウンでこうチラッとコートから見えるのも可愛いよね。本当に、うん。ポイントになりますよね。はい。はい、で、この素材と、同じ感じで、まあ、これもいつものなんか、これか、うん、定番アイテムになってるんですけど、ダウンケープ。ケープはい。があります。このダウンケープもなんかいつもなんかそのダウン量とか仕様とか結構違ってるね。やっぱりケープはこう取り入れやすくてプレゼントとか人気なんですけど、今年は今までで一番薄いかな。薄いよね。あとまあステッチがちょっと変わってるか、ダイヤ柄のステッチになってます。あとリバーシブルになってるっていうところもあって。薄いから結構使いやすいかも。室内でも着やすいし、そうですね、うん、表裏でその縫い方もですけど、うん、素材も違うね。違って、うん、こっちは、うん、高密度、うん、ポリエステルタフタっていう、うん、多分これも一緒です、うん、ポリエステルなんですけど、ね、高密度でなんかタフタっていうと結構マットな感じ、うんうん、なのであんまりそんなシャカシャカしてない、しないで柔らかい、うんうん、でこっちは、うん、ライトウェイトツイル、ツイルですね、うん、コットンライクな、そうですね、うん、あタフタも、うん、多分ライトウェイトツイルもなんか、うん、このコットンライクをちょっと目指してる、うん、ああそうなんだ、うん、だから多分そんなにガサガサしない、うん、なんかスポーティーすぎないみたいなところがあるのかもしれないね。あとはなんかどっちも環境に害を与えないフッ素のコーティング、うんうん、撥水コーティングをしている、それって大事だよね、うんうん、っていう感じで実用性もすごくちゃんと、このだからリバーシブル、これもどっちも、はい、こういう素材になってるんですけど、ね、どっちもにね、いいところはね、ポケットがついてるところ、であれですよね、ウォーム、うん、アームウォーム、フォアもね、中もあったかい、ふかふか素材ですし、はい、なんかこのポケットあるだけですごい安心感もあるし、ね、手袋いらないよね、うんうんうん、手袋、そう、あとなんかこれがあるとなんかダウンなくてもセーターとかカーディガンとかでポカッとこう出かけられたりとかもするし、これはね、本当にすごい便利なアイテムなので、持ってなかったらぜひこれ使っていただくと、うん、すごいシーズンもすごい長く使えるよね、うん、同色で、うん、重ねるのがやっぱりいいのかな、いいのかな、もしこれを重ねるのであれば、そうですね、ちょっと交代してみる、オレンジと、あのカーキもある、あ、そっか、カーキもあるから、人参も私カーキ使ったらちょっとそうだよねじゃあ私カーキあ、そうだね、あります、このオレンジが一番こう表裏、そうだね、ちょっと違う、濃淡みたいな感じかな、カーキは全然違うわ、なんかこれはほらステッチが表に梅雨の方ないから、ちょっとベストっぽいジレっぽい感じもあるね、うん、あ、カーキも全然違う、配色ですね、うん、ボトルグリーンみたいな色とカーキですね、うん、この色も結構黒に合うと思う、そうですね、うん、中がキルティングだったら外は同じ素材じゃないなら配色にしてもいいよね、キルティングないやつ、うん、にしてもいいし、いいか、なんかこっちの素材は結構本当なんかコットンライクだから、うん、ウールのコートとか、うんうん、なんかそういうのにもすごい合う感じかな、う、ね、うん、と思う、こっち側がパイピングになってる、配色に見える、うん、今ちょっとカーキ、カーキに上下がなっちゃいますけど、はあはあ、でもなんか可愛いです、本当ね、これはなんか今までで一番薄くて使いやすいかもね。うん、なんかここら辺でわーってダウンなんかここないし、ね、お子さんのにちょっとかけとかけとくとかね、座ってもらうとか、るとそうだね。あとなんかちょっとこうスポーツ観戦とかするときに、もうダウンも着てるけどちょっとこれがあるだけで全然違うし、一、ね、うん、個あると着れる
車に入れとくとかね、そうそうそう、切れるのがいいね、両手が使える、あとリュックも背負えるとかっていうところもいいと思う、ね、あとアウトドアにはめちゃくちゃこれは便利だと思います。枕にもできる、枕にも、あとこれ、あ、これ結構負けんじゃない、これ薄いから、あ、負けますね、うん、うん、そうだよね、結構、うん、今年は本当にあのコンパクトになるので薄いから、はい、うん、あの割といろんな使い方ができると思います、はい、で、すで、これがもう一つダウンケープで、はい、もう一つこのアウターがあってですね、うん、そのこの放電子ダウン、うんうん、それが長いバージョン、長いバージョン、まあ、じゃあ山下白着ようか、白、うん、はい、で、私がカーキ着よう、あ、でもカーキ着よう、これもないの、あ、入ってます、入ってる入ってる、襟が取れる、そうですね、ところがポイントね、これは、あ、ちなみにさっきのダウンケープはサイズフリーサイズですね、はい、でこれは、レディースアイテムになります、だから、ユニセックスメンズアイテムではなくて女性用 の、 サイ、はい、あのウィメンズ展開のみになります、はい、もう、まあ、でも男性が着てもなんか最近なんかデザインとかではもうほぼ男性女性のなんか洋服の隔たりないから、うん、で特徴は普通だったら普通像は何もなかったらノーカラー、これも結構すっきり見えるポイントなんだけど、そこにこのちっちゃな襟がついてて、これボタンで止めれるんだけど、面白い、そう、これでちょっとマフラーマフラーっぽくなる、ガフラーガールになる、うんうん、まあ、ここでこうドッキングできるんですけど、そうです、ね、うん、こういう風になります。なんかパーカーとかあるときはやっぱ取った方がいい、そうだね、取った方がいいよね、うん、あとなんか自分でなんかこうお手持ちのストールを巻いてもいいし、うん、そのときは取っちゃった方がいいと思うけど、なんかこうワントーンで一体感があるので、はい、うん、スポーティーに着るならダウンマフラーはセットで、もうこれセットでついてます、これは別売りじゃないです。これはセットでついてます。これも全体的には薄いダウンなんですけど、ここまであるとめっちゃあったかさ違うね。ね、うん、お尻、太ももまで全部隠れるとあのすごくあったかさが倍増するので、でこれはウィメンズ S のみの展開なんですけど、はい、私もウィメンズ S 着て、ラシさんもウィメンズ S 同じサイズ着ているのですが、結構今回オーバーサイズなので、うん、割と大きい方でも大丈夫、全然なんなら私はちょっとこれは大きめだなって思うぐらいなので、うんうん、結構厚手のニットも十分着られる、はい、着られる、うん、はい、オーバーサイズ感があると思います、うん、まあ今オーバーサイズじゃないけど中結構着れないから、ね、この腕のところゆったりしてるのは結構ポイントだよね、うんうん、これもあのアームウォーマーはちゃんとついてますね、し、うん、キルティングのダイヤ、ダイヤにちょっと間がこう入ってて、ピラミッドみたいな感じかな、はい、三角のこれがね結構ねポイントかな、なんかさっき言ってた、すいません最初に戻るけど、うん、ダウンカーディガンはアームウォーマーない、ケープとこれは、あ、そうなんだ、やっぱりなんか中で着るか、そうだね、なんかこう本当にもう軽く羽織るか、もうアウターとして使うかの違いなんだろうね、はい、でカラーは3色、オフホワイト、カーキ、黒の3色です。これはねもうあの十分な、もう待ちダウンとしてもこれだけ長さあったら真冬も十分対応できるあったかさです。ここあると全然違うわ、ね、高い、ホワイトは結構もしかしたら綺麗めに、あ、着れるよね、でもいい、うんうん、なんかこうキルティングもなんかザ、あんまりこうスポーティーっぽくないし、そうですね、うん、なんかノースフェイスのパープルレベルだけど、意外とこれはあの一番マッチ対応しやすい、そうです、ね、うん、デザインなのかなって気がします。でもっと暖かい、今年は一番うちで扱うにはこれがヘビーなそうだ、ね、アウターということになるのが、うん、そのボアフリース、そう、そうボアフリースなんですけど、ノースベースの場合はウールボアになります、はい、なのでポリエステルの、フリースじゃなくてウールのフリースなので、うん、すごい防寒性がめちゃくちゃ高い、つまりムートンみたいな、そう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 、ムートンブーツの中みたいなのが外に
くっついていまして、で内側がゴアテックスインフィニウムっていう風とか冷気をシャットアウトするんですけど、自分のこう湿気は外に出してくれる、こう籠らないハイスペック素材、そして柔らかいんだね。柔らかいですインフィニウムはね、しかもストレッチ性もある。あ、めちゃくちゃこうアウトドアよりは街でこう着るに向いてる。そうだね、なんかこれが一番なんか今年今っぽい感じっていうか、ノースっぽい感じで、そうですね、ノースフェイスの、まあ、1970年代のデナリジャケットを、まあ、デザインのモチーフにしているので、なんかこのノースフェイスのそのちょっと懐かしさとかこう雰囲気がこのまま継続されたデザインになってます。で実はこれ袖がね取れるんだよね。取れます、あのベストになる。そうなるんですよ、それがすごい。袖を取ると、うん、はい片方だけってか、下かな、上下あハスナーの、うん、こっちくここにここに始まりがあってるので、それをこう一周すれば下で、そうこれすごいよねこれやることで、これ結構長袖だったら割とヘビーなアウターなんですけど、このベストになることで本当なんか秋の早い時期からとか、男の子とかってなんか半袖とかで着てもいいよね、うん、春に着てもいいし、そう、うん、でこれはなんかこれなんか別なそうしたマフラーです。そう、これがこんな風に取り外してベストになります、はい、もう本当に全然これ単品でベストとして売ってても全然何のあれもない、はい、これ取って、うん、さあ確かに、はい、こう袖交換確かに、うん、確かにそうかもしれない。でも変ではなさそうですけど、全然なんか普通なんかこういうのさ取れるのってさ、なんか取ったらさちょっとバランスが悪くなったり違和感あるけど、もう本当なんか取ってもめちゃくちゃ可愛い、うん、釣りの時釣りはあんま行かないかな、うん、あとなんかすごい中に分厚いの着てる時とか、あとそうです、ね、ダウンとかを着てる時とかは何だったら、うん、あのこのベストにする方がいいのかもしれない、うん、そうかもしれない、このインナーダウンっていう風に、うん、着られる、紹介したこれとかは、そうそう、あのこのゴアのフリースの中に着ても着られる、うん、着られるよね、着られるくらい薄手で、うん、ですね、ちょっと取った袖を置いてきますこんな感じで、あ、うんうん、着られる、着られるよね、いいですね、いいよね、うんうん、これはなんかこう黒、ここが黒だからこうやって黒と合わせるといいんじゃないかなって思う、はい、そう、これでなんかいろいろこうなんか調節ができるっていうか、レイヤーのいろいろ楽しめるようになっています。サイズが3サイズ、これは、うん、そうそう、これはユニセックスサイズですね、はい、なのでメンズの XS、SM っていうサイズで、これが一番小さい XS、はい、だから通常 の、 あの150センチから160センチぐらいの、半ばぐらいまでの女性だったら XS で大丈夫だと思います、うん、これでもまあ大きめなんで、はい、で XS サイズから展開あるのは、うん、まあ、そのユニセックスで女性対応のサイズってことらしいですね、なので、まあ、女性だったらほとんどこれでと、はい、私実はもうちょっとそれ取っちゃったけど、これは S サイズ着てます、メンズのユニセックスの S サイズだから、男性で、まあ、170センチぐらいの男性だったら、はい、まあこれぐらいが、じゃあ皆さん M 着て、うん、来てみましょうか。で私はその S 来てみる、うん、ひこさんの身長170センチだったら、うん、この XS だとちょっと、ね、まあ、別に変じゃないけ ど、 変じゃないけど、なんかそうだよね、なんか 今の雰囲気的にちょっとオーバーサイズで着たいかなみたいな、うん、あと着丈が割と、着丈が結構変わるかも。ああ、はいはい、うん、それ M だから男性で多分割とがっちりした方とか、あとまあ170センチ後半の方とかは M サイズ、うん、M はいいでしょうね、うん、バランス的に。そうですね、七海香さんとかのモデルさんみんな180センチで M サイズ着てたりとかしてたから、うん、
S、これ今ベストですけど、うん、まあ大きめベストって思ったら S です。確かに、なんかちょっと彼の借りてます的な、うん、なんかこういうロースベースのこういう出なりデザインだから、なんかそういうのも可愛いっちゃ可愛いよね、うん、お尻がちゃんとこれだと十分隠れているんですけど、うん、なのでどれ着ても変ではないですけど、うん、まあ、M は大きすぎるかなっていう、そうですね、ありますけど、うんうん、まあ、あとはオーバーサイズに、ね、M の着れる女性はもうだから170ぐらいの、そうですね、うん、だと思います。だってこんな感じの袖丈なので、うん、まあ大きいけど、まあ着れるかなみたいな感じ、うんうんうん、まあ、だからご家族でシェアする方とかだったら、うんうん、だからそういう私も着れるかなみたいなのは、そうです、うん、サイズ選びでいいかもしれない。ちゃんとファスナーがあるんで、こう出かけてどんぐり拾っちゃう。確かにどんぐり拾っちゃう、いろいろここにもいっぱいあるから。出さない。あ、テーマパークとかやっぱ携帯をですね、ポケに入れてバスに乗ったりしても落としちゃうとかあるので、うん、ファスナー、ね、全部についてるよね。いいですよ。いいよね。うん、確かにそれは言える。あと1、2、3、4つあるからね。はい、雨、はい、雨ちゃん。雨も入れる。銀杏も入れてる、はい、じわじわあったかい感じ、じわじわあったかい感じ、はい、これはなんか本当体温がどっちもですけど、体温が上がってるなっていう 2、3度、あー確かに、的にそうかも、そんな感じが、一応私 XS 着とこうか、そうですね、うん、一応結構着丈がね変わったかなって気がするな、あ、でもまあまあジャストジャスト感がこうやってちょっとだから着丈がこうやって出てきちゃうから、うん、なんか縦横比の問題で、うん、着るとなんか丸く見えちゃ ちゃうね、なんか後頭がもうちょっと長い方がやっぱりいいよね、私の身長だから、ね、うん、だから170ぐらいの方は男性でも、はい、あの XS じゃなくて S サイズの方がいいと思う、はい、うん、着丈のバランスからね、うん、はい、でこれはユニセックスアイテムなんだけど、はい、3サイズ、はい、3サイズで、はい、色が、このカーキと黒と白が少し、はい、それはもう XS だけだよね、はい、その色か、そうだね、この色 この色が、まあ、XS だけのサイズであります、はい、短いやつがね、なんかここカーキだった気がする、確かに短い、うん、でももう先着、はい、先着です、この動画が上がると裏もないかもしれな い、はい、れない、だからカーキがそのここと配色なんだけど、はい、黒はワントーンですね、はい、で最後がボアですね、これはじゃあ私が白着ようか、はい、長いちょっと可愛いで、それもウィーメンドレスだって、そう、これもあのロングはウィーメンズアイテム、はい、になります、同じ仕様なので、あ、違う、さっき山下さん黒着たから私がこっちか、はい一緒だ、結構羊みたいな気持ちになれる、ほんと羊ってことなんですけど、羊だから、そう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 、フルキャップだから、でもこれもさ、ここまで長さあって、いつもさ、ウールボアとか、このボラフリースってノースフェイスのファブリックあるけど、今までで一番結構ロングだっけ、そうですね、かな。でもこれ思ったんですけど、うん、ファスナーが一番下じゃなくて、うんうん、あ、そうだね、ここの辺から始まっているのが嬉しくて、なんか一番下ってこう下向いて確かに意外と帽子とか落っこちちゃったりするんで、もうあの腰痛いからね、この辺から始まってる、でこれはレディースアイテムで、うん、ウィーメンズ S だけなんですけど、あの全然私が着てもこれは、うん、さっきの XS の袖とか長いの、あ、本当だ、あのドルマンっぽいですね、そうだから、あのこれは全然女性の方で体型問わず、うん、全ての女性の方で、小柄な方がちょっとこういうオーバーサイズで着るのも可愛いし、なんか私着ても割とスッキリ、普通に手も全然短くなく着られる、全然あの本物のバトンだったらめちゃくちゃ重くなっちゃうんですけど、あのすごい軽くて、軽いよね、しかも柔らかい、うん、でしかも中は風通さないようなゴアテックスだし、そうそうそう、で滑りがいいので、いい、ね、こうなんかモニョモニョしないし、これもねテーマパーク行くのにいいね、もうほんとなんかもう毛布全部こう包んでくれてるみたい で、 そうです、ね、この辺までめちゃくちゃ暖かくて、はい、でもなんかそのダウンのこうダウンが嫌だっていう方が多いので、うん、ダウンくらいやっぱりあったかさがあって、うん、その表面があんまりボコボコ見えないっていう、ボコボコっていうかモコモコなんですけど、これはモコモコがなんか可愛い感
感はあるよね。かわいいかわいいかわいい。なんかこれキャップとかかぶってるけど、そうですね、なんかちょっとスポーティーなのとちょっとかわいさがあって、うんうんうん、ちょっと懐かしさみたいなのがあって、うんうんうん、なんかこうあのフリース普通のポリエステルじゃなくてウールだから、ちょっとそういうなんていうかな、あの温かみがあるっていうか、うん、しなんかやっぱりこう多分横に並べたらチープさがない、うん、と思うんですよね。粒が天然なもんで、うんうん、まあ全部違う大きさで、うんうん、やっぱりこうチープなのだと金むしろ均一っていう感じなので、ね、うんうん、なんか意外とこういうの出回ってるけど、意外とこのウール 100% のボアって結構高級アイテムなので、高級アイテム、うん、でしかも全然高さが違うと思う。そうですね、うん、はい、みんなこれを真似して作ってたり作ってるから、そうそう、全然やっぱりこう機能性と雰囲気は違う。違うよね、はい、うん、で黒とかも結構ほんとすっきり普通のコート的な感じで着れると思います。うん、意外と身軽ですけど見てる部分よりは、そうだね、動きやすいし、うんうんうん、軽いし、軽いです、うん、はい、これが、今年の2022年秋冬 の、はい、のザ・ノースフェイスパープルレーベルのアウター全てに、はい、あ、ポンチョがあるんだけど、あ、そうだね、なくなっちゃったね、そうだね、ダウンのポンチョだったね、1個だけあるんで、もしよかったらまだあれはい、それで全部、はい、それで全部ですね、はい、ぜひこの中からお気に入りが見つかったら嬉しいです、はい、はい、では最後までご視聴、はい、ありがとうございました、はい。